さんこんにちは。レク専任講師の佐々木ひろみです。本日は令和4年度司法書士試験の一発合格者の大谷さんにお越しいただきました。で、貴重なですね合格体験談お伺いしたいかなと思いますが、でまずそもそも大谷さんが司法書士を目指そうと思ったのはなぜでしょうか？大学を卒業して新卒で入った会社で法律系の資格が必要だったんですけれども、その際に資格の勉強をしてみてとても楽しかったのがきっかけで法律に興味を持つようになりました。で、資格を取得した後にもうちょっと難易度の高い資格を目指したいなと思って調べていくうちに司法書士にたどり着いて司法書士を目指すようになりました。はい、ではよくねそのステップアップでいうと宅建とか行政書士だとかから司法書士っていうこと多いんですが、もういきなり最初から司法書士っていうなんか他のものを別に考えなかったですか？まずその行政書士を取ってからステップアップしようとか。そうですね、なんかそんなにちょっとずつステップアップしていくっていうよりはなんか達成できるかどうかわからない微妙なラインを攻めていった方が達成した時面白いかなと思って、ええ、難易度高いところを攻めて、でもゆくゆくそこに行くんだったらじゃあもう最初からそこに行けばいいじゃんみたいな。そうですね、はい、すごいですね。じゃあそこで働きながら勉強されるわけですが、で最後まで完全社会人フルタイムの社会人受験生として勉強されていくっていうことを最初からもう決意してました？そうですね、辞めるっていう選択しなかったんですか？始めたばっかりの時は本当に辞めようとは思っていなくて、そんなに真面目に必死にやるとも思っていなくて本当はただ途中でなんか飲み込んでしまって。結構最初から飲み込んでたんですか？いや最初はでもそんなつもりなくて、うん、まあ時間もコロナだったので、そんなに遊びに行ったりするようなこともなくなってしまったので、時間が空いてるから勉強隙間時間じゃないですけど結構あるからやってみようかなみたいな感じで始めたらどんどん面白いし、問題解ければもっと問題解けるようになりたいなって思うのでどんどんのめり込んでしまって、で途中は結構やめようかなって思う時もあったんですけど。そうなの？ありましたありました。でもなんか先生に相談、そうなんかやめようかなって思うんですよねってちょっとちらっと言ったら、このタイミングでやめてもあんまりもうメリットがないっていう風に。そうね、もう多分戻ってくるよ的なので、その先生のアドバイスに従って最後まで結局よかったですね、やめなくてじゃあその結局ね完全に社会人で一発合格すごい努力をしたと思うんですが、その勉強するにあたって予備校を利用するかどうか独学で行くかっていう選択肢もあったと思うんですが、それは一切なかった？独学でやれるような科目数じゃないなって私は思って1科目ありますからね。そうです、うん、ちょっと1人私が自分でこなすにはちょっと多すぎるなって思ったので、効率を重視したらやっぱり予備校通った方がいいなと思って。じゃあその予備校選択の中でなんでレック、そして結構お家から佐々木クラス池袋まで遠いですけど、なんで通学にしようと思ったんでしょうか？まず私がレックを選んだ理由としては司法書士を取ると決めて予備校を調べていく中でいろんなサイトにレックの名前が上がっていた。大体できますね。でなんか自分の性格的にこう比較しすぎると悪いところとかが見えてきてしまって、最終的に結局何もしないで諦めるっていうような性格なので、もうレックにするっていうのはもう決めて、レック以外のサイト予備校はもう見なかったんですが、その中で講師の先生をどこにするかっていうのはちゃんと自分で見てて、でなんかレックのサイトか何かでその先生がこう講義をしているところが、お試し的にね、そうそう、うんうんうん、それを紹介されていたんですけども、それで一人ずつ見て、で喋り方でまず佐々木先生がすごくいいなと思ったのがきっかけで、佐々木先生のクラスを取っていた方の合格体験記とかを読んでいたんですけれども、そこでこう佐々木先生は質問してもこう親身になって勉強以外の私生活のアドバイスとかもくださるっていうのを見たので、頼りにするのは佐々木先生だなっていうふうに思って自宅からは確かに遠かったんですけども、佐々木先生の
講義が受けたかったので、あ、嬉しい、池袋まで通ってました。うん、あ、はい。じゃあそういった中で私もすごく、ね、定期的にカウンセリングだとかしてて、すごく印象の強い受講生さんだったんですが、すごく、まあ、私ももともと働きながら勉強してた口なので、自分が受験生の時、やっぱり社会人受験生って時間との戦いで正直きついじゃないですか。眠いし、仕事はね、辛い仕事とそのオフオンオフの切り替えってなかなか難しかったりもするし、でそんな中で一発合格に向けて最初からもう一発っていうのしか考えてなかったですか？そうですね、あんまり周りには言ってなかったんですけど、うん、心の中ではもうずっともう一発一発って思ってちょっと恥ずかしいから言ってなかったんですけど、うん、いやもうでも私もね講義の中でしつこいくらい一発一発ってって言いまくってるんですが、まあ、それを洗脳してるぐらいに一発合格こそ当たり前の目標なんだよみたいに日頃から言ってるんですが、で最終的に今日は成績持ってきていただいたんですが、本試験の成績通知持ってきていただいて、非常に素晴らしい、総合204位で、もう本試験終わった直後の面談でいけるよこれはっていうね、再現答案記述も見せていただいて、もう記述なんてね、全国25位っていうね素晴らしい結果で、あんだけ頑張ればねっていうところではあったんですがで、本当に午前も午後もまんべんなく穴がなく実力をつけたという印象なんですが、最初からこんなに成績良かったですか？特にこの素晴らしい記述だとかっていうのは、いや、最初一番最初に受けたファイナルは、うん、目的のところしか合っていなくて、その後全部枠ずれで不動産登記法が一桁前半台だったんですけれども、うん、でその、まあ、今その本番までの当連で一番その点数が低くて、でその点数ちょっと割と衝撃的だった人生でもねなかなか一桁の点数って取ったことはなかったと思うんですが、35点満点中大きなミスをしてしまうと本当に致命的なミスをするとそういう3点とか5点とか漫画みたいな点数を取ったりするんですよね。でもそれがきっかけで解くときに解き方気をつけたりだとか、そうですね、工夫してなんかこう、うん、目立たせるようにとかはいろいろ頑張って、まあ、なのでやっぱりミスも次に生かす、やっぱ間違った時に初めて、次こうしないためにっていうのを次にちゃんと着々と生かしていったというとこなんですが、じゃあ私のクラスでは結構その各科目で満点目標のトライアルテストだとかっていうのを実施してたりだとかするんですけども、トライアルテストってですね、全科目講義の最終回に配布して満点目標最低9割という非常に、ね、高いハードルを掲げた、で満点満点トライアル満点っていうのを私講義の中で連呼してるんですが、満点取れたことってあります？いや結局一度も満点取れなくて科目終わるごとにじゃあ次何とかでリベンジ何とかでリベンジって毎回毎回リベンジリベンジ言いまくって、最後まだ結局取れなかったです。まあ、でもね一発合格したんで大きなイメージで、じゃあその満点目標っていう分かりやすいで、しかも講義の中で何点がいましたとか満点いましたとかって他の人の点数を言うじゃないですか、はいはい、悔しかったですか？悔しいかとでじゃあその自分のそのねその満点が時にいたりだとかっていう時にずっと9割は超えてた感じですか？9割最低9割目標満点って言ってたんですが、一応目標としては満点は毎回狙ってはいたんですけど、うんうん、8割5分とか9割切ってる時も何回かありました、うん、でその時って受ける前からやっぱり過去問の演習量が足りないとかに自分で苦手だなって思ってる科目だったりしました？そうですね、会社法があまり得意ではなかったので、うんうん、やっぱりその演習量の足りなさというか、うん、苦手意識があったのがそのまま反映された結果だったなとは思います。でも講義とその復習っていうのはめちゃめちゃやってたように思うんですが、
それはやってたけれどもやっぱり会社法が細かいですもんね。そうですね、後半の方なので他の科目と並行してやったりとかしなきゃいけなくて、うん、追いつかないのが結構何週間か何ヶ月か。でその今画面に映しているのがその会社法、そのね、あの懸念の会社法なんですが、これはあの私もお勧めしているあの6法、レックの完全整理択一6法っていうね、あの6法にプラスアルファ図表だとかが乗っかってるやつなんですが、あのそれを部分的に覚えなきゃいけない図表だとかっていうのをコピーして、で最後知識の総固めみたいな時に使ってた感じですか。もう本当にこれみんなが嫌いな分野ですよね。全然頭に入ってこなくて、うん、もう書くしかないと思って、うん、コピーしてその周辺に書きながら整理してっていう、はい、うん、でもあの読んでダメならもう最後の最後は書くしかないみたいな感じですかね。はい、こういったものを対応しながら、ただあのじゃあなんか追加教材だとかっていうのはあの割とレックってですね、あの、まあ、テキストにあの私のクラスの講義ノートにあのちゃんと教材がもう充実してる感じなんですが、プラスアルファの教材っていうのはすごく増やしました。いや、そんなにこなせる自信もなかったので、うん、プラスアルファの教材としたら、まあ、今画面に映しているこのひな型コレクションという、はい、あのまあ、ひな型っていうね記述の型を覚えなきゃいけないんだけれども、そういった型、ひな型コレクション、私も講義の中であんまりあれこれご紹介しないんですよね。あれかあれ買いなさいこれ買いなさいって言わないんですが、あのそのひな型コレクションと完全択一六法ぐらい、はい、でもとにかくブレイクスルーしっかり覚える。そうですね、あと過去も何回もやり込んで、うんうん、20丸3回つくように。あんまりなんかもう物を増やしてる場合じゃないっていう、ね、とにかく社会人受験生時間がないのでっていう感じですかね。じゃあ、あの記述の勉強とかもあの、まあ、講義で言っていくこの書式ベーシックっていうね基本問題集をひたすらこう解きまくった。そう。で間違ったらこうじゃないよって書いたりだとかをいう感じですかね。はい、であの記述、ね、あの最初なんかコテンパンなその最後あの直前期とかにコテンパンな点数を取ったっていう感じなんですが、基本問題集って、まあ、大体3回から5回ぐらい解いた感じですか。そうですね、結局罰のまま終わってる終わってるのもありますね、うん、その問題によるので一概にはあれなんですけど、うん、商業登記は3回から5回ですかね、うんうん、ちょっとそこにないんですけど、不動産統計はちょっとひな型が全然覚えられなかったので、うん、その10回以上やってる時も、ああ問題によっては、はい、でその不動産統計はベーシックの基本問題集とひな型コレクションをもうずっと繰り返しといてっていう。そうですね、あとその後記述解放ベースアップだとか、あと生クラスの追加問題とかもねあったりしたので、割ともうあの講義受け終わったら基本的には択一も記述も問題演習をひたすら中心に回していくっていう感じですかね。そうですね。じゃあその問題演習、まあ講義と並行してやっていくの過去問なんですが、過去問ってあの何回ぐらい解きましたかっていうね、あのまあ今日持ってきていただいたんですが、あのレックが想定しているこのぐらい解くよねっていう下に学習記録ってあるんですが、もうこれ枠が足りないぐらい、これちょっと色飛びしちゃってあれなんですが、あの学習記録 枠はみ出して、ここ見ますかね、あの、うん、直前期に最後×で終わっちゃってますけど本当に、ね、あのこの間まで1ヶ月前まで丸がついてたやつが直前期最後確認時に解くと本試験の1ヶ月前に×がついて、結構これ苦手な分野、仮登記、ね、いや苦手です。まあ、なんであのとにかくひたすら過去問を解きまくって、あと生クラスの問題集も結構解きました。あれ解きました、解きました、うん、あの生クラスの方用の問題集っていうのがあって、過去問プラスアルファ、過去問がある程度解けるようになったらこっちやんなさいみたいなものを、あれあれこれやれって、結構生クラスはあのドエスなクラスやらなきゃいけないことが多すぎるっていう感じなんですが、まあ、それもとにかく目の前のものをこなしていった感じですかね。そうですね、生クラス問題集過去問と違って薄い冊子でできているので、うんうんうん、持ち運びに便利で、うんうん、電車の中で立ったままでもできるような感じで活用してました、ね、
結構社会人受験、私も社会人受験生だったので、こんな過去問分厚いの持ち歩けないし、合格とか司法書士とか書いてあるとちょっと電車の中で広げるのもね躊躇するので、ああいうちょっと、ね、コンパクトな冊子形式っていうのはすごくいいかなと思うんですが、でもそんなに回数少ないやつもあるんですね。枠足りないっていうか、もう4回ぐらいでもう直前期みたいな、でも終わってるっていう科目でも、この科目は割とそうちょっと色飛びしちゃってますが、結局最後までずっと三角、ものもあったりする、まあ、でもやること多すぎて完璧までもう間に合わなかったっていう感じですか、最終。そうですね、そんなに出る箇所じゃない、ああ、まあ、強弱つけろっていうので、あんまりこうそこにこだわっても仕方がないかな、まんべんなくやってたら時間が足りなかったりとか、まあ、割とその時間っていう観点で言うと、皆さん興味あるのが社会人受験生って正直何時間ぐらい勉強してるのっていうのは私もよく聞かれるんですが、勉強しなかった日ってあります？勉強しなかった日はないです。ちょびっとでもやろう、必ず机に向かうようにしてます。 2,3 時間ぐらい、いや途中で寝落ちしたりとか結構してたので15分以上は机には向かってると思います。必ずちょびっとでも、もう自分のプライドとしてゼロはやめよう、ゼロはやめよう。で結構そのちゃんと記録をつけてくださってて、私もね講義初回の時に学習記録、勉強時間の記録をつけなさいと。で結構これ細かく、私ここまでつけることを想定してなかったんですが、机に向かった時間っていうことなんですが、その、ね、手帳にこんだけやったよっていう、ちょびっと講義を受けた24回目25回目、これ、あ、そうです、そこの講義の回をやりましたっていう時に、でこの11は机に向かった時間、1はそのやったことですかね。あ、その日多分講義しか受けてないんです。あ、そっかそっか。でただこれ これ平日かで、そんなに勉強時間多くないけれども、かたや前日の日曜日とかっていうのはもう10時間とかやってる感じですよね。そうですね。でこれは一日もう朝から晩までもう勉強みたいな感じで、やっぱ10時間超えるとなんかすごいやってやったぜみたいな気持ちになると思うんですが、でじゃあマックス一番多い時で記録があるのが14時間で、実際はこれにプラス講義を受けてる感じ。そう、はい、なのでもう本試験の直前期ですね、直前期のゴールデンウィークにこのぐらいやってる。私も社会人受験生の時にその時間記録をつけてて、私はもう12時間の壁が超えられなくて、10時間超えるとなんかもうすごい私今日めっちゃ頑張ったっていうのでだんだんやっぱりそのモチベーションって下がってきて、それこれ素晴らしいですね。記録に日々直前期になるともう記録に更新みたいな感じですか、ね、更新、それとももう追っかけられて気づいたらもうその時間みたいな感じですか。やらないと終わらなくてそうね、あとはもうね、ゴールデンウィークもう明日から会社みたいな時になると、あ、もうここまでやっちゃいたいっていう、 そんな感じですかね。追われて、なんか本当は量よりも質を上げるべきだっていうのは分かるんですけど、うん、その質を劇的に上げる方法っていうのが結局分からないので、うん、時間をかけるしかなくて、うん、とりあえずやればなんとかなるかなと思って。そっか。で、すごく私の印象として本当にお忙しい社会人受験生で、残業とかもすごく多いイメージあったんですが、忙しい時期とかって結構もう9時とか10時ぐらいまで働いてて、で定時で帰れる時もあった、はい、でそういうすごく忙しい日とか、やっぱり睡眠にも影響してくるじゃないですか。で寝なさい寝なさいって言ってたのはすごくなんかね直前期とか覚えてるんですが、はい、それでももう勉強でもやんなきゃ終わらないね、ね、もしの最中寝ちゃったんですもしの最中眠くて寝ちゃってで直前期って、まあ、もしだとか、まあ、テストのたびに
私にね教えてチューターで直接メッセージをくれるんですが、毎回点数報告とともに寝ちゃいましたとか今回寝ませんでしたっていうね、でここが悪かったっていうので、あのじゃあこれこうしたらっていう、まああのまあ、割とね一発で受かる方っていうのはもう定期的に私に状況報告と点数報告っていうのをカウンセリングだとかで、あの教えてチューターだとかでやり取りされる方は多いんですが、それ直前期になればなるほど結構定期的に皆さん連絡くださるんですが、まあ、なので私の方も把握しているので、これよりこっちやった方がいいよとかこうしなさいっていうのは言いやすいんですが、そこがすごくうまい塩梅だったかなって思ってます。あの質問だとかっていうのもね、あのもうここはいいんや飛ばしてっていうところの割とですね一発合格される方っていうのはそこの割り切りが必要なんですよ。あの出ないところにこだわらないとか、もうこんなん出ないよっていうところのもういいやって考えてもしょうがないの塩梅はすごくうまかったかなと思います。でそれが分かんない方っていうのはぜひあの聞いていただいて構わないんですが、あのまあそういった意味であのオンオフと勉強してる時としてない時との割り切りってすごくありました。あの仕事中はもう仕事に専念するしかないんですが、あの細切れ時間だとかを使って、あの雛形コレクションだとかも細切れ時間だとか、そうですね、うん、お昼食べながら見たりとか、あと、うん、トイレ行くときに、うん、Kindle で各一六歩読んだりとかああはい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 、はい、してました。まあでも皆さん何かしらね、社会人受験生の方っていうのはそういった細かい工夫はされてたりはするのかな。私もあの好きあらばエレベーター待ってる時間も勉強とかっていうのはなんかね受験生あるあるだと思います。あのであのこれからあのね、あの谷さんのように司法書士を目指そうかな、しかも働きながらでできるのかなっていうのをすごく考えてらっしゃる方多いと思うんですが、あのそういった方に向けて何かメッセージがあればぜひ伝えてあげれば。そうですね、すごい我慢の多い2年弱ではあったんですけれども、それ以上にこう新しいことを知れたりとか、すごい受かった時の達成感は格別でしたし、途中始めてしまっている方はもうあの諦める方が続けることよりも辛い日々が続くと思うので、合格だけを見据えて体に気をつけて勉強していただきたいと思います。受かった時ってあの私すごく印象的だったのが、あのこの間ね、楽しかったですキラキラした笑顔ででも受験中ぼやきしかなかったように思うんですがそうですね、めちゃくちゃぼやいて、もう佐々木先生にすごい迷惑かけたなって。いや全然迷惑ではないんですが、ね、日頃の頑張りを見てたので、でも点数ね、あの大台越した時にはね嬉しかったしとか、うんうん、ちっちゃな喜びが次に向けて頑張れる感じでした。そうですね、あとなんか眠、とにかくめちゃくちゃ眠くて、眠くなくするにはどうしたらいいかっていうのをすごい調べてたんですけど、うん、まあ一番最初に出てくるのはもちろん睡眠をしっかりとるっていうので、もうそこはちょっと見なかったことにするんですけど、その次に出てくるのが適切な運動、うん、それもできないそれもちょっとどうしようかと思うんですけど、さすがにちょっと運動しないと体も重くなってきたなと思って、うん、YouTube で見た時があったんですけど、筋トレしてる方が勉強してるより辛くて勉強の方がまだマシ、勉強の方がまだマシだなと思って結局勉強するっていう、うんね、あのでもなんか皆さん試行錯誤しながら頑張ってあの最後合格を勝ち取った方が多いように思います。受験勉強振り返ってみて楽しかったですか、辛かったですか。楽しかったです終わってみたらね、皆さんあの楽しかったとか、あのまあ、割とそのハマって勉強ばっかり考えてる生活で結果出した時の格別な感じは何者にも変えがたいのかなと思います。じゃあ皆さん、あのそんなね大谷さんのようなあの楽しいあの充実した受験生ライフを送りたい方には司法書士ね、もってこいの資格だと思いますので、ぜひ皆さんのチャレンジをお待ちしております。
今日は貴重なお話どうもありがとうございました。